道は今日、先月下旬から今月にかけて高病原性鳥インフルエンザが発生した千歳市の3つの養鶏場について半径3キロ以内にある農場でウイルスの有無を調べた結果、すべて陰性だったと発表しました。これにより半径3キロ以内の養鶏場の卵の移動制限は来月5日まで続きますが、半径3キロから10キロ以内の養鶏場は鶏や卵の出荷を禁止する搬出制限が解除されます。この区域には5つの農場があり、およそ49万羽が飼育されていますが、明日から通常通りの出荷が可能となります。